岸本先生の恋愛を話とか、なんかそういう経験は入っているのかなっていう。少し入ってます、ね。どこですか？少し、あのね、あの、マフラーの下りはちょっと、スタッフ集まって話を作ってたんですけど、すいません、僕、今の奥さんに編んでもらったんですけど、話はして、でみんなちょっとシーンってなる。アニメが始まってから、アニメにちょっと近づけるように感じました。アニメから入った人も、もう漫画に手を取ってくれるし、漫画から入った人もアニメ見てくれるから、すごいですね。結構金髪の少年の忍者の物語を作ろうと思ったのに、そもそもそのナルトっていう忍者漫画はちょっと変わったことがしたかった、なるほど、目立ちたかった。やっぱフランス人とか海外の方がやるコスプレの方が合ってるので、はい、ナルトは、いやでも僕拝見しましたけど、岸本先生の恋愛を話とか、なんかそういう経験は入っているのかなっていう。少し入ってます、ね。どこですか？あのね、あの、マフラーの下りはちょっと。おはようございます、乃木坂46の生駒里奈です。